皆さんはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日はスターバックスで新しいドリンクを買ってきました。そして買ってきたのはチャンキークッキーフラペチェーノです。こちらはですね、3年ぶりに復活したフラペチェーノみたいですね。私飲んだことないんですけど、すっごい美味しそうですね。なんかこのドリンクのために焼き上げられたチョコレートチャンククッキーが中に入ってるみたいです。じゃあ早速いただいていきたいと思います。いただきます。チャンキークッキー、まずね、上から、おー、めっちゃクリームが残ってる。美味しそう。見てください、このクリーム。今ね、仕事から帰ってきて、甘いものが体に染み渡りますね。おいしい。今日はストローが太めみたいですね。はい。わあ、すごい。もう飲むクッキーって感じですね。なんかストローが太めだったんで、中にね、結構ゴロゴロいるのかなと思ったんですけど、すごくクリーミーで舌触りは滑らかで、でもなんか不思議と香ばしいクッキーの感じとか、あの焼き菓子の感じがすごいするんですよね。すごい不思議な感じです。でもめちゃくちゃ美味しい。じゃあちょっと混ぜて飲んでいきましょう。フラペチーノを混ぜるのなんて手慣れたもんですよ。なんか口の中はクッキーサンドアイスを食べてるような感覚ですね。すごい美味しい。でもちょっとね、喉が渇くかもしれないですね。逆にアイス食べたらちょっと喉渇くじゃないですか。そんな感覚ですね。そして皆さん、今日はもう一つ買ってきたものがあるんです。リフレッシャーズビバレッジのクールライムを買ってきました。中はこんな感じで輪切りにされたライムが浮かんでます。少し涼しげですよね、見た目も。これ毎年発売されてますよね。なんか生のグリーンカカオを水に入れてカフェインを抽出したドリンクみたいです。で、私ね、こういうアイス系のドリンクを持ち帰りの時はいつも氷抜きにしてもらうんですけど、キンキンに冷やして飲むのが美味しいみたいなんで、自分でね、あの家に帰って氷を入れてちょっとくるくる混ぜたものがこちらです。それでは。美味しい。めっちゃ爽やかだ。なんかレモン水ってミントとレモンが入ったお水あるじゃないですか。なんかああいう感じですごい爽やかなミントな感じです。で、最後にこのね、ライムの柔らかい、なんかちょっと甘酸っぱい感じですね。そこまで酸味は強くないライムの感じが最後にやってきて、すっごい美味しい。で、なんか今フラペチーノを飲んだんですけど、フラペチーノよりも体が冷える感じがします。シャキってなんかなる感じです。なんかネット情報によると、おすすめのカスタマイズがあるみたいで、シロップを追加する方法があるみたいです。バレンシアシロップかホワイトモカシロップを追加するやり方があるみたいです。バレンシアシロップはオレンジの風味が加わるんで、すごいね、シトラスの風味がアップしてより爽やかなドリンクになるみたいです。そしてホワイトモカシロップはなんとカルピスみたいな感じになるらしいんですよ。私これちょっと気になるんですよね。次飲んでみようかな。美味しい。ごちそうさまでした。はい、個人的に夏に飲むフラペチーノだったら、もうちょっとね、すっきりした方が私は好きですね。この前のほうじ茶フラペチーノの方が個人的には好きでした。クールライムを初めて飲んだんですけど、すっごい美味しかった。なんか体が今シャキってなってますね。で、意外となんかこういう系の飲み物ってあんまりカスタマイズないのかなと思ってたんですけど、いろいろね、シロップとかで楽しめそうだったんで、ちょっと次はね、ホワイトモカシロップを追加して大きめのサイズで頼んでみたいと思います。じゃあぜひ皆さんもスタバのチャンキークッキーフラペチーノとクールライム飲んでみてはいかがですか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれたら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちでした。バイバーイ。